学生リポーターの遠藤優香です。佐藤博です。この番組では私たちが通う富士大学の魅力を毎週ご紹介します。今回は図書館司書・司書講習とオープンキャンパスについて紹介します。富士大学では7月17日から図書館司書・司書補講習が始まります。図書館司書・司書補講習について教えてください。富士大学の図書館司書・司書補講習は一般の方向けの講習で、全国で8校ある開校大学の中で東北・北海道では唯一の大学となっております。今年第50回を迎える大人気講習になっています。その中で修了者も4500人以上を誇り、その多くが現在も全国各地の図書館で活躍しています。今年は7月17日から開校予定です。今年も素晴らしい先生方をお招きし、我々教務部も受講者の皆様に喜んでいただけるよう精一杯ご用意していますので、皆様の応募をお待ちしております。富士大学では毎年海の日にオープンキャンパスを開催しています。オープンキャンパスではどんなことをするのですか？全大会では富士大学の紹介、入試情報、学生生活の様子や就職活動の体験談があります。身近な先輩の発表は毎年大好評となっております。その後には明るく元気な学生スタッフがキャンパスをご案内します。キャンパスツアーの後は模擬講義で大学の実際の授業も体験できるんですよ。おすすめポイントは何ですか？7月12日までにお申し込みいただいた方には、ランチ券と富士大学オリジナルグッズをプレゼントいたします。在学生と懇談しながらランチが楽しめますよ。海の日はぜひ富士大学のオープンキャンパスにいらしてください。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。オープンキャンパス当日は無料送迎バスを JR 花巻駅と北上駅から運行します。お車でもご来場いただけます。ご家族やご友人と一緒に富士大学オープンキャンパスにぜひお越しください。富士大学に関する情報はホームページキャンパスガイドをご覧ください。次回もお楽しみに。